次です。次がね、これをしゅんすけのしゅしゅいいですか、 SH でしゅやるわけ、見てて見ててしゅ、だからこれ何、あれしゅって3つも出なかったになるわけ。フェッシュ、じゃああなたの場合はしゅでしょ、私はしゅって言ったでしょ、しゅんすけくんのしゅだから しゅしゅとは言ってない、しゅまでしゅんすけうんすけフィッシュになるわけ、フィッシュじゃないんだ、フィッシュー、はい、フィッシュじゃないんだ、はい、あーこれの犬、あーこれの犬って言っても今鼻が詰まってるからね、フィッシュ頑張ろう、あともう少しだからフィッシュの H は棒を少し伸ばしてよ、 N に間違えないように棒を伸ばす、それじゃ伸びてない N 見えちゃう、もっとこれに伸ばさないと。できたー、できたー、いいですか、次ここだけを O と読みます、 O OA で O です、 O GO O だから GOAT GOAT はい、はじめ GO 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 GOAT あの、日本語も漢字と同じようにもうやってんじゃん、あらま、や、決まりがあるから、その OA が一緒になったら O って読むっていうふうにやっとかないと、いっぱい今までこうやってやってきてるんだから GOAT、 さっき大きなのは、あれだね、いつやってたの、洋服、洋服、洋服の、あ、これこれこれね、これこれこれで L でしょ、え、L、これで PH でフッと言います、 PH でフッ、 PH でフッ、 OK? はい、聞いてますか、女の子 PH でフッ、これアファンアンチでしょ、 L ファン、長くてもちゃんと一つ一つの発音すればできる、 L ファンエレファン、はい、エレファン、だから見なくても発音で書けるはず、それにチャレンジしてください、エレファント、アント、漢字だって見ないで書いていくでしょ、それもあの英語も同じ、なるべく見ない発音だけで書いていく、アント、 PH でファでしょ、エレファ PH ファアント、いい、私はまだ1年生、私は2年生、言い訳にならないよ、書けるんだから、エレファント、あーもちろん3年生、3年生でも全然書けます、3年生特に書けます、はい、あ、そっか、エレファント、これって大体何年生ぐらいのやつ、これは中学校1年生から2年生です、でもこれは幼稚園の子もやってるの、向こうの子は、だからあなたたちできる、イギリスの子は OK? エレファン、次、長い文字がありますね、そこに、なんていうの、洋服、これですね、これこれクッと読みます、だからジャックエット、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 はい、それも CK でクッって発音するんだから、それを頭に入れてジャックエット、ジャックエット、ジャックエット、はい、書いてごらん。三回目では何も見ないで書けるようにする。はい。いいですか？かけた？見ないでかけた。ジャケット。ケット。かけた？見ないで。全部見た？ジャックじゃないけど、なんかちょっと。3回目に全部見ないでいけるかどうか。はい。インナークインク。これかける。簡単。はい、レジセグ。インク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 。これかな？そうかな。はい、こんなの見ないでかけるね。
全然もう2回目で書けなかった。じゃあ見ないでってそういう見ないのでなんで目つぶって書いてんのよ。え、だけど普通に書けた。はい、グッド。はい、さっさとやってください。はい、次じゃあジャッグ、ジャッグ、はい、ジャッグ、ジャッ、あ、これだね、ジャッグ。書けるようになるっていうことは読めるんだからね先生、すごい最初だから読めるようになったら5級受けてもいいからね。5級で何？小学校1年生のテスト受けてもいいからね。何くらい？何しよう。小学校の1年生のテスト受けてもいいっちな。ジャック、それって何か知らん。できましたなんかゴールドとかそういうのが。ゴールドの上です。ゴールドの上、わー、ゴールドの上。まだ俺シルバーの。いいから早く、とにかくそのすごく力がつくんだからいいですか。はい、すぐにっていうは言わないから、すぐにとは言わないから。 OK、 次いくよ。これで R、 はい、 R、 R、 アッパロ、 R、 アッパロ、 R とキーだから、 R だからね、 R。 オーマイゴー。で、カー、はい、カー、カー、はい、レッツゴー、カー。それ終わったら作ります。イエーイ、イエーイ、できました。リフィニッシュ、フィニッシュ、あれ、あれ、え、やったよ、やったよ、え、やっちゃったの。じゃあ俺間違いかな。あ、間違いじゃん。ちょっと近くよ、近くよ、今ね、あのパチパチ音が面白い。で、ポップコーンってさ、ポップコーンのさ、なんかさ、できる瞬間、なんか弾ける瞬間弾けるよ、弾けるよ。まず1